犬山、絶勝、絶対に勝つと書いて絶勝と、呼びますが、我々が勝つとそういうものではなくてですね、絶勝という言葉の意味、もともとそのまま持っている土地の風景であったり地勢、それが優れていると、そんな言葉であります。そして、曲名でもあります体一貫、まあ、情はですね、情らしく踊り、体一つでその犬山の誇る絶景を表現したいと、まあ、そんな一年にしていきたいと思っております。この2日間ですね、さまざまな犬山の景色ご堪能いただけたかと思いますが、最後にですね、ぜひとも女王の作る絶景も目に焼き付けていただきまして、最高のですね、陶芸祭結びに向けていきたいなというふうに思っております。精一杯踊ります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。よっしゃ、ようやった。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。今これも一緒だ、一緒に帰って。城の皆さんありがとうございました。皆様大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。やはり地元犬山ということもあって大いに会場を盛り上げていただきましたね。ありがとうございます。